はい、今プラハからボーゾフっていうちょっと田舎、もうチェコの中でもかなり田舎の方に向かってて、でちょっと、まあ、ポーランドを旅して3都市回ったけど、もちろんその首都とか観光地っていうのももちろんそうなんやけど、もっとなんかこう現地の人とこうなんていうんやろ、絡んでって言ったら変やな、現地をもっと知るためにはもっと現地の人とこう関われるような場所にも行きたいし、あとはもっとこうあんまり誰も知らないような場所で、すごい綺麗な場所に行きたいなっていうので、今回チェコで選んだのはボーゾフっていう町、都市かなになります。ボーゾフは一応ボーゾフ城、ボーゾフキャッスルっていうのがあって、そこはすごい人気とかレビュー的にもすごい良かった、で行って良かったっていう人も多かったんで、そこを目指していきたいと思ってます。今とプラハからボーゾフまではだいたい乗り継ぎ2回、ほんま1回でも行けてんけど2回で、今ロシテってとこにおって、その前、電車ザブレルってところで降りて、バスでまた乗り継いで、1時間2時間ぐらいかなかけてここまで来て、あとまあ1本乗ってボーゾフのドリーってところかな、まあ、そこに宿があるんでそこまで行きます。天候はあいにくの曇りで、雨降ってなかったよかったな間違いないって感じで、とりあえずボーゾフに今日は行って、で、まあ、特に周りには何もなかった。 Google マップで見た感じはもう周りも農場じゃないけどファーム系の場所やったから、多分周りには何もないと思うんだけど、ちょっとそこ行って、まあ、行ったら多分もうだいぶ暗くはなると思うから、とりあえず今朝早速買いましょうか。いやちょっと難しいな、チェコ語はマジで一言もわからんめちゃめちゃ優しいけど、めっちゃ優しく教えてくれとんねんけど全くわからなかったな。で結局乗り過ごしてボーゾフが端っこで降ろされるっていう今ボーゾフの絶賛端っこにいるっていう。一応ボーゾフフィニッシュって言われたよな。フィニッシュ言われた、フィニッシュって言われたね。ボーゾフでのここまでお願いってね言って乗ったら、ボーゾフのその街が終わるところで降ろされるっていう場所はすんげえとかやな、これ。しかも雨降ってきたし、まあ、そもそももうバスの出だしが悪かったもんな。俺が思っとう方の場所じゃない方向に曲がった瞬間に、あ、やばい、これ終わったと思った。右と左で違う方行くもんな。右と左ね、俺は左に行ってほしかったけど、バスしっかり右に行ったからこんな感じの田舎の場所を、まあ、ボーゾフの端っこやん、これが。って言っても分からないと思うけど、これ俺らも分かんねえ。俺らも分からん。
あでもあの後ろで喋ったあのおばちゃんがな、めっちゃ優しく教えてくれてんけどな。まあ旅にはこういうのがつきものやけど、まあ、せっかくここ着いたからにはなんかあそこレストランあるから、あそこのレストランちょっと行きたいなって思ってます。行きましょう。あでその後1キロ歩く。あその後 1.6 キロか。まあでも思ったよりは近かったから 1.6 キロが大体20分から25分。まあここ結構高低差あるから大体まあ25分か30分ぐらいじゃん。雨降る前には行きたいけど、ちょっとでもレストラン行こう。リトベルモラバンっていうビールがあって、多分35コルナやから500ml で200円ぐらい、210円。ローカルレストランって感じや、完全。普通に飲みやすいし、ちょっと度数はあれかも、低いかも。4% とか聞いてた。普通に英語通じたりするけど、英語が普通に通じたりとか、言葉が普通に通じるのが普通じゃないから、かそれがいいよ。ちょっと、いろいろあって、あれから、どれぐらい経ったやろ。俺ら何時に着いたっけ ?3 時か。そうやね、3時ぐらい。3時ぐらいに着いて。3時に着いてからやから。で、レストラン行って。レストラン出たの4時半過ぎぐらい。うん。か。まあ、さっきのやつの続きで行くとあれか。まあ、レストラン、あの後レストラン行って。うん。あ、そっか、レストランでまあビールとピザ飲んで食べて。まあ、そっからもうずっと雨やから、そっからとりあえずホテルの方歩いて、だいたい何分ぐらい ?30 分ちょいぐらいやな。うんうん。で、宿に着いて、もうちょっと疲労困憊でゆっくりしちゃってるっていう。でも場所はほんまに古い中で、街中って言ってもボードフっていうところがその街中になるけど、そっちまで行くのも結構遠いよ、多分。結構遠いね。でも明日か明後日にボードフ城行ってまたどんな場所か見てもらえたらいいかなと思ってます。これから雨やし、とりあえずあそこには行かなあかんからな。なんかすんげえ雨降ってきてんね。見て、霧の雨みたいじゃない。なんかボードフ城にとりあえず向かうねんけど、昨日と同じく雨の中あの森の中を歩くから、まあでも行くか。とりあえず壊れん程度にな、カメラが。スーパーマーケットがなくて、スーパー行くってなったらもうちょっと北のロスチセっていうところまで。今バス降りてはないか。降りたよ。降りた。うん。その降りた場所まで行かないとないから、場所としてはかなり田舎やな。おお、見えてきた。綺麗。一応この城はドイツが建てた城って言われてて、もともとなんかここはドイツの場所やったみたいな、なんか宿におったおっちゃんが言っててんけど、ちょっとそれも後で調べてみようか。
ってくれ。はい、ボーズ浮上はだいたい1200年から1300年くらいにオロモーツからボヘミア王国への交易路の監視のために建てられたって言われてます。またボーズ浮上はアラベラ、あとはファンタヒロ、ビフォーザウォールっていうヨーロッパの映画とかテレビのシリーズで舞台になったっていうことでも知られてて、もともと14世紀の始まりにこう築かれたこうゴシック様式の城って言われてて、で14世紀後半からこう所有者がこう何回も変わって、で1696年、まあ、大体17世紀か18世紀ぐらいに財源的な問題でこうドイツの騎士団の手に渡ったって言われています。この1696年にこのドイツの騎士団に渡ってから城はどんどんこう居住用に改築されていったって言われて、で、まあ、城の中にはその当時のスイートルームがあったりとか、ヨーロッパ感のある執事用の部屋、書斎であったりとか、チャペル、あとは社交イベントのホールっていうのがあったり、こう食事が運ばれる当時のエレベーター1階にはこう武器庫か礼拝堂っていうのが、まあ、ほんまに当時のまま残されてます。見どころとしてはこのドイツ騎士団の最高位にあたるグランドマスターって言われる人がいて、でその人のベッドルームからベランダに出たらボーゾフをこうもう一望できるパノラマの絶景が見れたり、その他には身を隠すためや逃げるために作られたであろう隠し扉があったり、まあ、そういった大きい部分から小さい部分までこう見どころがすごいたくさんあります。率直な感想を言うと、まあ、実際に時間があったりとか、あとはお金にも余裕があったりしたら、このボーゾフ城を見に来るのはすごいいいかなって思います。まあ、一応ドイツの騎士団の最高位の人たちが衣食住してた場所なんで、まあ、そういった歴史に興味がある人っていうのはすごいここに来て実際にどういった暮らしをしてるのかっていうのが見れるから、すごい面白いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、個人的にはこう外観もすごい綺麗かったし、実際にレビュー通りの点はつけれるかなっていうふうには正直思ってて、ただ普通の旅行客として行くんやったらちょっと遠いしいいかなってなるっていう気持ちは正直あります。なんでさっき言った通り、お金とか時間に余裕ある人、こういったボヘミア王国、あとドイツ騎士団の歴史に関してこう興味ある人にはぜひこう行ってほしいなっていうふうに思います。